待ちわびたぞ、小娘ども。マジコンヌ、どうしてここに？貴様らのことだ。どうせシェアクリスタルに釣られてきたのだろう。なるほどな、てめえの罠だったってわけか。その通りだ。貴様らをおびき出すにはシェアクリスタルが手っ取り早いと思ってな。ま、見つけ出したのは俺なんだけどな。その声ってクラちゃん！ネプテューノじゃないか。久しぶりだな。楽しんでるか？楽しんでるも何もないよ。私置いていかれてすごく寂しくて苦労したんだからね。悪い悪い、こんな面白そうな世界めったにないからついはしゃじまってよ。ネプチ、こいつがお前のクロちゃんってやつか？その通り、俺様がクロワールだ。黒いからクロワールって言うんだよ。ちげえよ、クロニクルのクロだよ。おめえは何回言えばわかんだよ。クロニクル、年代記や変年史か。俺様は歴史を記録するのが役割なんでね。いろんな世界を渡り歩いてはその世界の歴史を記録してるんだ。待てよ、なんでそんなやつが紫ババアと一緒にいるんだよ。そりゃあこいつと一緒にいた方が歴史が面白くなりそうだからに決まってるだろ。だって世界を滅ぼす一歩手前なんだぜ。世界の滅亡なんてめったに見ることなんてできねえよ。君は俺たちの味方じゃないのか？俺は誰の味方でもないぜ。強いて言うなら面白い歴史に傾く方の味方だな。そういうことだ。残念だったな。どうだネプテューヌ、せっかくだしお前もこっちに来ないか？一緒に見ようぜ、世界の終わりってやつをよ。それはお断りかな。私なんとなくマザコンが嫌いだし、世界を滅ぼすなんてやりすぎだよ。なんだよ、つれねえな。こんな面白い歴史見たくてもなかなか見れるもんじゃないんだぞ。ヨタ話はそこまでだ、クロワール。そろそろそいつらを始末させてもらう。へいへい、短気なもんだ。負けんじゃねえぞ。私が負けるだと？貴様はそこで女神どもの最後でも見ている。これが私の真の姿だ。今までの私と同じと思うなよ、愚かな女神どもよ。私の真の姿の前にひれ伏すがいい。相変わらず悪趣味な見た目をしてやがる。この姿はギアッチ、知ってるのか？以前私が元の世界で戦った犯罪神と呼ばれるマジコンヌの最終形態と同じです。この間戦った四足歩行の怪物も犯罪神マジコンヌの第一形態の姿そっくりでした。それに加えてクロワールさんまで一緒にいるんじゃ、私たちの勝ち目は難しいというわけか。はい、せっかく帰る方法を見つけたと思ったのに。いや、まだ諦めるには早いぜギアッチ。正直俺にはクロワールや犯罪神がどんなやつなのか知らないけどな、クロワールが滅びの歴史を記録したいならその可能性を潰せばいいだけだ。娘さん、安心しな、あんな紫ババア俺がかっこよくぶっ倒してやるからよ。相手がでっかくないなら余裕で対魔終焉の時、うん、今ここに。どうしてー、どっちから。弱い、触りない。よーし、標本にしちゃうぞ。私の番ですね。
しよう。何？セリア！どうぞ。低めの番だね。
るというのか。もう迷いはありません。高速の剣舞、これなら。何？くるくるドリーム。スズメの必殺パンチだよ。くるくるにしてやんよ。止めぬぞ。レベル